えー、大久保和則さんかなところで神社参拝は遊びついではダメちょこちょきが基本とのことでしたが遠方で全泊の場合の夜遊びもダメでしょうか、えー、神社参拝以外で東京に行く機会がほぼないので寄り道して黒るに行けないとつらいですちなみにえ先週の靖国参拝では前日に飲み会のお姉さんと日本神話かっこイに。 えー、ついて熱く語り合ってきました。<laughs> えっと、神社参拝ですけども、あのーまあ、直行直帰が基本と言いましたけども、これですね、例えば、あのー、観光旅行して、あっちのなんとか、えー、遊園地に行って、こっちのなんとかランドに行って、温泉に行って、で、神社参拝して、祈願して帰ってくる、はいえー、これはですね、良いか悪いかと言ったら、あのー、 しダメダメだしって話なんですね、えー、どういうことかというとねあの例えば何か祈願こういうお願いをしたいんだっていうね、えー、特別な祈願がある時は何かのついでに行っちゃダメなんですね直行直帰が基本ですかといって旅行で行って近くに神社があって以前行ったこともある神社でご挨拶しないで帰るのもこれも不敬にあたりますからね あ、その時はあ、旅行で近くに来たのでご挨拶に来ましたっていうね、こういう参拝になると思うんですね。えー、新しいビジネス始めて、なんとかね、えー、業績上がりますようにとかね、えー、結婚の報告とかっていうのは、なんか旅行ついでに行くもんではないので、だから、ちゃんとした祈願をするっていう時は直行直帰です。で、旅行してる時に神社に行くのは OK です。でもそれあくまでも旅行ついでに近くまで来たのでご挨拶に来ましたっていうことでね、えー えーまあ、いつもねお守りくださいましてありがとうございますって言ってあんまり、ね、祈願をせずにですねお礼だけ、えー、ご挨拶とお礼だけして帰るっていうのがいい参拝だと思いますね、はい、ですから神社に行く時は必ず直行直帰でなくてはいけないということではなくてそのね何を祈願するのか、えー、次第だと思いますね はいといいとうわけででございます、えー、で神社参拝をしたらあとはね直来でで、ね、飲んでいただくのはこれは OK ですからねはいですからまああのねお仕事で東京にいらっしゃるという時に、えー、いろいろと神社参拝なさるのはいいと思いますよはい、えー、ただね、えー、気合い入れて何かを祈願する時には何かついでではないと、えー、直行直帰だというふうにです、ね、お考えいただいたらいいんじゃないかと思いますはい